今からすぐ家に帰れって言われて、いいから家に帰れって理由を説明されないで家に帰れってで、開けて入ったらミスターがいた。うわミスターのずるいところは、セノンプレゼンツベースボールペディア、ご視聴いただきありがとうございます。さて今日は中根リーダーもご一緒です。中根さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあそして早速ゲストをご紹介いたしましょう。今日のゲストはこちらの方、岡崎薫さんです。ようこそ。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、大分県のご出身で、はい、県立大分商業高校から1979年のドラフト、3位でプロ入り、間違いないでしょうか。間違いないです。ありがとうございます。間違いないですよ。あの引き情報ですか。1979年って言ったら高校3年生、はい、今何歳なんですかね。79年、あれ60歳です。先輩、あ、本当ですか。還暦だって。還暦。あら、もう若いしちゃって。若いでしょ。はい、若いですね。若いよね。自分でもそう思うんだけどね。はい、うん、60です。今年ね、もう60になったの、去年。6月だよね。だから60と今、7ヶ月目ぐらい。8ヶ月目ぐらい。あ、そうですか。5つ上です。中根はそんなもう55もなんの。はい。56です、ね、56年ですね。君も若いよね。42、3かと思った。この前まで現役のイメージがあるからさ。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。その高校からプロ入りを目指していらしたんですか。高校からっていうか、もともと僕はプロ入りっていうのはあんまり目指して野球をやってなくて、小さい時からこう甲子園に出たくてね。それでまあ出たくてっていうか、自分がもう物心つく前から、まあ、プロ野球選手になってる人みんなそうだと思うんだけど、ちっちゃい時からそういう環境にあって、はい、僕の場合はもう本当にちっちゃい時から親父がマンツーマンで鍛えてくれて、とにかく甲子園に行こうっていうふうな目標でね、やってたん で、はい、で僕今でこそこんなに なってしまいましたけど、華奢でね、すごい華奢で、細かってとてもじゃないけど、高校生の時だって本当にホームランも3年間で2本しか打ってないし、身長も178センチ、体重も68キロぐらい、プロなんていうの全く考えてなかったですよね。そうですか。68キロですか。68キロ、プロ入っても68キロ で72キロぐらいでずっとやってましたね。プロの間ですか。プロの間っていうか、最初の3年4年ぐらいは打たれなくて。あ、本当ですか。うん、まあもちろん2軍だったんですけどね。ああ、うん、だからプロ入りっていうのはもともと考えてなくて、とにかく甲子園に行きたいって、はい、そういう思いで高校野球やってて、はい、でまあ3年生の時に幸いに春と夏甲子園に出る。そうですね。でまあその後も一応目標がそこでもう目標が終わったっていうか、その後どうしようかなって、でまあプロっていうのはちょっと難しい、体力的にね、そういうところで、まあ、一回こう大学に行って野球をやろうかなっていうふうには考えてましたけどね。甲子園出た時は自分の実力ってどう思ったんですか。自分で評価するっていうのはあれですけど、全然俺の方がうまいなとか、まあ、ダメだなとかあるんですか。まあ、中根さんもそうだと思うけど、俺たち町内会ではさ、はい、神童じゃない、はい、もう天才の中の天才じゃん。自分より上手いってやつはあんまり見たことなかったです。なかったです、周りじゃね、はい、だからそれはまあ甲子園出た時も一応全日本に選ばれたりして、はい、その甲子園出たメンバーでも自分より上手だなと思った人はそんなにはいなかった。僕は牛島と香川の時代なんですよ、はいはい、で春夏箕島高校が、石井島田のバッテリーで連覇した年なんですけど、はい、そんなにすごい、まあ、野手だったからバッターがっていうのは、まあ、ドカベンはすごかったけどね、それ以外ではそんなに負けてるなっていう人は正直その時はいなかった。だからって言ってプロで通用するかっていうのはちょっと違う話でしょ。でまあ大学に行こうかなっていうふうに思ってましたけどね、はい、ある程度では志望校も選定されて。そうなんですよ。まあ幸いにして社会人とか大学数校からもちろんプロのスカウトの方も
挨拶にご来店してたんですけど、はいはい、まあそのいくつかの大学の中でやっぱ次は6大学だと。で、まあ、うちの高校は法政大学と明治大学ってこう2つこう先輩がいて、どっちかっていうところで、ただその時代は明治大学よりも法政大学の方が強かったんですよね、まあ、江川さんの流れから1個上が西田さんと木戸さんとかの時代でね、すごい法政が強い時代で、まあ、そこでやってみたいなっていうふうな気持ちで、まあ、法政大学に行きたいなって3年の甲子園が終わって9月10月ぐらいですかね、はい、そういうふうに進路を決めようかなと思ってたんですけどね。ということは、まあ、法政に進まれていたら、ね、はい、大先輩になってた、そうですね、鎌田さんが、そう鎌田さんが監督でね来られた、そう鎌田さんがうちの高校まで来てくれて、うちの高校の大分商業の校長室でうちの校長先生と僕と鎌田監督と野球部の監督と部長と5人で話をして、ぜひ、まあ、来てくれるという話をいただいて、はい、お願いしますみたいな感じでこうなってたんですよね。監督って鎌田さんってそうやって言ってたんですね。みんな来てるんじゃないですか。いや僕は会ったことはなかったですけど、高校の時は鎌田さんにですよ、まあ、そこまでの選手じゃなかったんで、いや鎌田さん行ってたんですね。で僕がそうでその、まあ、次の代に僕が大学に入った時に、キャプテンの人が片岡さんっていう人、今でも覚えてます、片岡っていう人がキャプテンになるんで、はい、まあ、寮に入って片岡のその片岡さんの部屋子になれっていうところまで決まってた、はい、いやいやすごいですね。で何学部にな、何学部行けるんですかって言ったら、学部までは選べねえよって言われたこんなこと言っていいのかどうか、いや大丈夫です大丈夫です、まあ、推薦みたいな形だから、ね、そうですね、うん、はい、なるほど。法学部に入ったレギュラー2人いるんですよ、まあ、僕の同級生と1個下、案の定ずっと1年だったんです。難しいんだよやっぱ法学2年に上がれなかったですね。はい、ってことは卒業できないってことだよな。そうですね。でも今はもうみんな卒業するもんね。もう卒業しちゃダメですね。当時はね、はい、そういう感じだったけど、社会人の方も取ってくれないですね、うんうん、なるほど。だから社会人に行くときにやはり大卒で行かないといけないもんね。そうですね、うん、だから今練習 も練習も3部でやってますね。やってますね。みんな学校に今ちゃんと行って卒業をちゃんとするようにね。そうですか、うん、現場も大変ですよね。朝から晩までですよ、3部でやるんで、うん、そう俺ジャイアンツで、3年前までスカウトさせてもらって、いろんな大学にこう行ったら監督が大変だって言った。朝5時ぐらいから夜本当9時10時ぐらいまでグラウンドにいるって言って。そうですよね。朝の部と昼の部と夜の部とこう来るから、はい、監督が大変だって言ってましたね。大学もねどんどん大変になってきますよね。その上またコロナだなんだっていう話出てるんで、いやでも法政決まってる中なんでプロ、いやプロはね本当に断ってたんですよ。っていうのは自信が本当になくて、今みたいにプロ志望届っていうのがない時代でね、あえて宣言しなくても指名をされちゃう可能性がある時で、はい、ありますね、はい、いやもう絶対にそのプロっていうのはもう自信がないんで、大学に4年間行ってから4年後に縁があったらってスカウトの方にはみんな断ってたんですけれども、はい、まあ、普通に高校の授業を受けてたら、授業中には何時間目かな、午後だったと思うんですけどね、5時間目ぐらいの授業の時かな、授業中に教頭先生が現れて入ってきて、はい、呼ばれて廊下に呼ばれて巨人がサインで指名されたってそこで言われたんです。もしかしたらっては思ってたんですか。思ってないです。一応ドラフトあった日はもちろん知ってますし、ドラフトあった日は知ってますよ。だから普通に学校に行って、はい、もう指名はないし、はい、もう断ってるし大学に行くしっていうところで、だからその時に巨人がサインで指名されたって言った時に正直困ったなと思いました。困ったなって、嬉しいとかいう感情は一切その時はなかったんですね。法政にお世話になるっていう決めてました。断らなきゃ今度、今度断る作業があるじゃないですか、はいはい、それでまあ困ったなと思って、
はい、子供ながらにそう、そうですよね、でも入られたってことは、そこには何かがあって、そう、それからまあ1ヶ月ぐらい、創生って洲本のキャンプがね、セレクションみたいなのが秋にあるんです。11月の多分20日前後だと思うんですけど、はい、まあ、そこに一応来てくれって言われてて、はい、でドラフトの日からまあ2週間3週間ぐらいかな、ずっとその断り続けてて、明日明後日洲本に行くっていう日ぐらいの日に、また授業中に、はい、先生がまたバッと入ってきて、はい、今からすぐ家に帰れって言われて、なんでですかって言ったら、いや、いいから家に帰れって言われて、理由を説明されないで家に帰ったので、はい、で自転車でこうえこれこれ家に帰って、パッて玄関開けたら、こう靴が2つスカウトの人ともう1個靴がこう2つ置いてあって、あ、またスカウトの人来てんだなと思って、うん、で開けて入ったらミスターがいた。うわ家に来られたんです。あ、そうだったんですね。家に来られたんです、うん、だから本当にその子供ながらに、うわっと思って、長嶋さんってこうテレビでしかもちろん見たことない、うん、でそのプロ野球の中でこう見てる感じはそんなに大きいイメージがなかったの、はい、でもパッて見た時に、うわでかーっていうのが第一印象で、ミスターのずるいところは近いんです、距離がこう近寄ってくるの近寄ってくるの、はい、あれは多分作戦だと思うんですけど、はい、こう近寄るからすごいでかく見える、はい、そういう印象が最初ありましたよ、ね、それすごいですね。まあ今から考えたらすごいことなんでしょうけど、でまあこう説得っていうか、よくそのなんていうの、こう殺し文句っていうの、殺しっていう言葉使っていいのかどうかわからない、はい、殺し文句っていうのは、はい、こうどう言われたのっていうことが言われるんですけど、はい、記憶にないんですよねっていうのは、言われてないんですよ言われてない、はい、でまあ自分の実家のそのまあ応接間に親父がいて、僕がいて、スカウトの人がいて、長嶋さんがいて、4人いて、はい、で僕らは放線に行きます、お断りしますっていうスタンスじゃないですか、でスカウトの人も、まあ、困ってる、でミスターが一人で座ってるっていう感じで、どうしようかな、なんて断ればいいのかなと思ってる時に、ミスターがこう話を始めたんですけど、それは僕がもうジャイアンツに入った後の話をどんどんしてるわけですよ。あ、例えば、いやもう とりあえず寮に、ユミランドの寮に入るんだよなとかもう入ってる、入団してる想定なんですねで、もう契約金はいくらだよな、年俸はいくらだよなって、でまあとりあえず、まあ、高校生だから1年目2年目3年ぐらいはしっかり鍛えてからだなみたいな話なんですよ。いやいやちょっと待ってくれ僕はその大学に行くって言ってますみたいなところで、はいはい、でもミスターも俺が来たんだから入るでしょみたいな多分とこなんでしょうね。ちょっとこう説得っていうんではなかったんです、もう入った後の話をどんどんされて、でまあ一つだけもうこれはしょうがないなと思って、一つだけその法政大学に対してちょっとこう大変なことになるから、そこだけはって言った時に、それはもう俺がちゃんと鴨田さんにも連絡をして断りを入れるって言ってくれたんですよね。ご両親はどう思ってたんですかその時。いやどう思ってたんですかね。いや ご両親っていうか親父も袋も大学に行かせたいと思ってたし、はい、行くもんだと思ってるし、僕自身もそのなんていうの、体的にももうプロっていうものではないし、とにかく自信もないし、僕の頭の中では東京六大学のあの神宮球場のイメージしかないし、うわいいな、ね、いいな、じゃなんかやったんじゃいいな、思い出すなでも俺スカウトになって、あの六大学もよく見に行ったり、あの武蔵小杉の法政のグラウンドに何回も行ったけど、行くたんびに俺ここでやったなって楽しかったですよ、ね、楽しいだろうね、綺麗、本当法政のユニフォームって綺麗なんだよね、なんかね、すごい綺麗なユニフォームが、綺麗ですね。まあでもね、ジャイアンツにそうやって入ったわけですけどね、でも親父さんもびっくりしますよね、二人三脚でずっとやってたんですよね、うん、そうですね。ってことは野球やられてたってことですか。そう、親父も高校生の時に野球やってたんですけど、うちの、まあ、大分商業同じ高校で野球やってて、でも2年生の時に親父の、まあ、親父、僕のおじいちゃんが
親父が高校2年の時に亡くなって、はい、もう当時だから野球どころじゃなくて、もう野球もやめて家を手伝うみたいなとこで、その自分が甲子園に行くという夢を断念しているから、まあ、僕にそれを託されたっていうところで始めたんだと思いますけどね。え、同世代じゃないですか、もしかして長嶋さん。同世代ですですよね、うん、うちの親父11年生まれで、ミスターも11年か12年か、あららら11年かな、同じ世代だと思います、ね、すごいですね、それも同世代すごいと思いますね。だから僕よりもその親父とかそのおばあちゃんの世代の方が長嶋さんを見て、僕はまだ子供だから、どっちか言ったら、親父の方が多分びっくりしたんじゃないですか、ね、ですよね。びっくりすると思います。日帰りで来ました、東京から日帰りで来て、ああでそこで話が終わって別府に行ってフグを食べてそのまま帰りました、東京に。そうですか、そう、面白いですね。今日は、新高円寺にあるセノンスポーツゼロに来ました。ホビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。